ピトゥグリはアルーマニア人であり、当時オスマン帝国に支配されていたマケドニアの独立を目指した革命家の一人である。内部マケドニア革命組織、バトラシナ・マキドンスカ・リバラッツィナ・オーガナイザッツや、マケドニア語、税、ベナトレスナ・マキドンスカ・レバルスヨーネナ・オーガナ税ュや、における先導者でもある。彼は、クルシェボの貧しい家庭に生まれ、 幼い頃から自律的で反抗的な性格だった。17歳の時に家を出て、より豊かな生活を求め、ブルガリアの首都ソフィアへ向かった。1885年、マケドニアに戻り、オスマン帝国に対する改革運動を担う反逆組織の一員として活動した。後に囚われて、東アナトリア地方へ8年間追放され、そのうち7年間は、 トラブゾンの牢獄で過ごした。1895年にクルシェボに戻り内部マケドニア革命組織のメンバーになった。この時からオスマン帝国からのマケドニアの独立を本格的に支援した。1902年、再びブルガリアに出向き、マケドニアに帰ろうとしたが、国境付近で攻撃を受け、ブルガリアに泊まるよう強いられた。 ピトグリと彼の軍隊1903年撮影ソース、ブルガリアンアーカイブスステートエージェンシー1903年3月、反逆組織を先導し、ブルガリアとオスマン帝国の国境を越えて、クルシェボに向かった。同年4月から8月まで、軍隊組織を強化して、イリンデン放棄に臨んだが、戦場メチキン仮面に手死を遂げた。マケドニアとブルガリアでピトグリは、 国民的英雄として崇拝されており、クルシェボのメチキン仮面で大しく戦い、クルシェボ共和国のためにイリンゲン放棄で死亡したことで記憶される。あるマケドニアのパルティザン組織は彼の名にちなんで名付けられた。彼の栄光はマケドニア中に広まっている多くの民謡や歌の中で称賛されており、マケドニアの国歌今日、マケドニアの上にの中でも歌われている。ありがとうございます。